ステップ3、イオントラップ。イオントラップはかなり人気がある物理層のことなんですが、それがメモリキュービットとしては結構使ってるんですね。基本的に、まあ、これが原子の抽象的な図なんですけれども、核のところにはプラスのチャージがあって、その周りには電子がの軌道があって、そしてそれがマイナスの状態になってるんでしょう。そしてイオンのことなんですが、例えばこの場合には一つの電子を抜くと、原子全体としてはそれのチャージがプラス1になりますから、まあこれがエレクトロマグネティックフィールド、電磁場で、トラッピングできるようになります。そしてそのトラッピングというのは、それが、まあ、制御できることになるんですが、それは後ほどに説明します。そしてこれを使うと、まあ、コヘレンスの時間はかなり長いんですが、それは何秒の場合にもあります。で、特徴としては一つのことなんですが、かなりフィデリティは高い操作ができます。そしてこれが、まあ、ナチュラルのキュービットで、自然にできているキュービットなので、製造誤差とかにはあまりありません。そして、まあ、ディスアドバンテージ、脆弱性もあるんですが、その脆弱性としては、まあ、操作が遅いということが一つです。それから、低地温と、バキューム、真空は必要になります。それから、コントロールシステムとしては、それが、レーザーはいっぱい必要になります。さて、ものとしてはどうやって作るんでしょう。で、これが、まあ、抽象的な例の図なんですが、この丸、この青い丸が書くところには、これが一つの原子。それから、これが、この灰色のものなんですが、これはエレクトロードで、それは電極になります。そしてこっちには電磁波をつけると、制御することができますが、そして原子と原子の間には、まあ、その距離が5マイクロメートルにはなる、まあ、それが例としてはその精度なんですが、それからその基板、その電極から浮かんでいるんですね。これが、まあ、真空の中なんですが、その浮かんでいる分が、まあ、だいたい10分の1のミリメートル、100マイクロンになります。そして、どんな種類を使うんですが、原子の種類によって、まあ、いろんな特徴があるんですが、例えばこれがカルシウムは一つの種類もありますし、イッテルビウムもありますし、そしてストロンチウムにも使う場合もあります。それから、いくつかできるかというのは、だいたい、これ2023年の状況としては、だいたい、まあ、80個ぐらいまでは伸ばすことは可能になります。そして、測定のことですが、原子はこういうエネルギーレベルの図になります。2つの規定状態になりますが、これがちょっとだけには区別できます。それが、スピンがアップとダウンの場合になるんですね。そして、光をかけると、それがエクサイテッドの状態にはいけるんですが、それが励起状態になります。そして、これがスピンアップの状態にすると、その励起状態になるんですが、そうすると、そのイオンが、光をスカッタリングできるようになりますね。そのスカッタリングというのは、それが、まあ、散乱になるんでしょう。それが、光当たっていると、光はいろんなところに反射します。それから、それがスピンダウンの場合には、それがその励起状態には届きませんので、そっちには行かずに、そのままそのグラウンドステートの、その規定状態に残ると、当たる光は影響はしないので、それももうその散乱はしないので、そのまま暗い状態になります。そして、
その励起状態としてはそれがいっぱい光子を散乱しますのでかなり、リードアウト測定することはかなり簡単になります。それから効率は高いし、そしてそれが基本的に Z 規定としてはになりますが、それの場合にはまあスピンアップが0に使っていると、とスピンダウンは1に使っている場合としてはそれが Z 規定で測定しやすい。それからユニタリー演算ももちろん書きたいんですが、例えばこの列としては一つの光子、一つの原子だけには、一つのキュービットだけには、そのユニタリー演算をかけたい場合にするなんですが、それがレーザーを使って波長はかなりコントロールすることは重要なんですが、その波長とまあこれには足る幅、広さ も重要なんですが、この場合だったら原子に、そのレーザー立って、それが U2 の演算をかけられます。そしてそれが一つなんですが、例えば U4 だったら、キュービット4にすると別の、波長別のレーザーを使って、それから複数のキュービットゲートにはかけたい場合には、それがまあ C ノートとかにはかける場合には、特別な波長を使って特別なにはそのレーザーのビームをと両キュービットに当たる状態としては設定して、それが制御することは重要になります。それから300キュービットだったら、これまあ例えば124だったら、それももうあの複数のレーザーを使って、それももうあの制御にして、と各キュービットには操作をつけることになります。そしてこの場合だったら、各キュービットが、まあ、1から4 には、ゲート、ユニタリー演算をかけられる場合になるんですが、それが、まあ、リニア状態 で設置してある、あっても、それがそういうふうになります。それが、イオントラップの一つ のいい特徴になります。それから、イオンフォトン、イオン光子のエンタングルメントを作ることが もう重要なんですが、こっちの E には、さっき のステップとしては、その E は early の光子の状態だったんですが、この場合にはこの E は excited の状態、これ、励起状態ですね。そして、それが励起状態から、光子を放出して、H か V に、それが変更によって、それが、どっちのスピン状態には、その、原子の状態には下がるでしょう。そうすると、それがどっちかには言えない場合だったら、そのエキサイテッド状態が、2つの状態の重ね合わせには、なりますので、それがマイナス H プラスダウン H プラスアップ V になります。そしてそのダウンの状態に行く場合にはそれが、H の光子は出るんですが、アップの場合にはその V の光子はが出るでしょう。そしてまあよく見る状態なんですが、この2つのキュービットの状態は依存している場合になると、これがエンタングルされるんですね。それから、その出てくる光子、その H か V になっている光子が、それが1つのキュービットになりますので、それが、イオンから出てくると、そのレンズの方向に当たって、そのレンズを使って、ファイバーにフォーカスして、そのファイバーには吸収しなければなりません。ですが、そのイオンから何でもの方向 には光子が出てくる場合もありますので、それのキャプチャーすることはかなり重要になります。で、それが一つの大きなエンジニアリングの問題になります。それから、うまくできてたら、それが、その光子を使って、イオンのエンタングルメントをできますが、出てきている光子が、それが変更の符号化になっているんですね。その変更になっていると、
こっちからこう、光が出てきて、こっちからも光が出てきて、真ん中の BSA、ベルステイトアナライズに当たると、その BSA のところには、ベル状態の測定になって、こういうふうなののさ先の説明した装置を使って、それがベルステイトアナライザーになります。そうすると、うまくいく場合が行うと、ノード A とノード B にある定常原子メモリがインタングルされます。そして、これが、すごく簡単な説明のことなんですが、これがイオントラップの、基本の説明となりますが、そのイオントラップが、量子ネットワークに使うハードウェアの一つの、広報のハードウェアの種類になります。